ございます。私、宜野湾市議会議員、立憲民主党、座間味和香と申します。おはようございます。本日は、宜野湾市長選に立候補を予定しております、東原勲さんの応援に駆けつけました。この東原勲さん、そして私たち革新ですが、革新の議員は現在7名おります。その7名のうち、女性が3人、宜野湾市議会議員は26名ですが、女性議員は3人ともこの革新系におります。なぜ革新系にいるかと言いますと、やはり子育て問題、女性だけではありません。女性がより気づきやすい視点というところがどうしても今の姿勢では欠けているのではないか、その思いから今私たちはこの革新議員の方におります。そしてそれを引っ張ってきているのが東原勲さんです。東原勲さん、辺野古や PFAS など平和運動のイメージが強いかと思います。ですが市議として27年間宜野湾市政の細かなところまで今まで見てきています。子育て問題、そして高齢者の問題、働き方の問題、細かな点でいつも意見を出しております。討論しております。しかしなかなかそれが通らない、それが現実です。ぜひ皆様の暮らし、この今回東原勲さんが掲げています、市民が一番、暮らしが一番、その27年間にかけてきて思ったその思いをこの宜野湾市長選でぜひ皆様にも後押ししていただきたいと思っております。東原勲さん、27年間宜野湾市のことを見つめてまいりました。大きなこと、県政そして国政に関わることではありません。宜野湾市政だけを見てまいりました。ぜひこの宜野湾市を良くするため、そして今の皆さんの暮らしがもっともっと良くなるため、暮らしやすくなったと思ってもらえるための立候補を予定しております。ぜひ皆様からの後押し、東原勲をよろしくお願いいたします。長田地域の皆様、そして宜野湾区民の皆様、また通勤通学の県民の皆様、おはようございます。ご紹介いただきました宜野湾市議会議員、そして今回の宜野湾市長選挙の予定候補の東原勲でございます。ぜひとも長田宜野湾地域の皆様方にも今回の市長選挙、東原勲に皆様方の絶大なるご声援を賜りますことをお願いを申し上げます。先ほど弁士の座間味議員から革新の議員というご紹介もありました。しかし私の意識の中にはもう保守革新という意識はないです。市民が一番、暮らしが一番という意識を前面に押し立てて、日米とそして皆様と一緒にこの素晴らしい宜野湾市を作っていきたい、その意識だけです。そういった意味では価格にとらわれずに請求するものはしっかり日米に請求する、連動連携できるものは沖縄県と連携をして、例えば学校給食の無償化の問題も沖縄県と連携して取り組む、それに尽きると思います。もちろん普天間基地の即時返還、そして12年以上も待てない辺野古新基地建設の即刻中止、これは基礎としてありますが、しかし私の意識の中には市民が一番、暮らしが一番というのを念頭に戦ってまいります。なぜ今回これを念頭に一番に置いたかということは、相手候補も宜野湾が一番ということをキャッチフレーズに6年間市長としていました。しかし本当に宜野湾が一番になっているか、
市民が一番になっているか、市民が最優先になっているかという点については疑問の点も多々ありました。何回も申し上げますが、例えば自衛隊の方に本人の同意もなく19歳から21歳の個人情報を本人の同意もなく勝手に自衛隊に提供したこととか、いくつも言えばキリがありませんが、市民が一番にはなっていないんじゃないか、佐喜眞さんの言う宜野湾が一番というのはやはりどこを向いて政治をしていたのか、国を向いて政治をしているのではないかということをしっかり改めていきたい。そういった意味では宜野湾市民が一番、暮らしが一番ということを念頭に戦ってまいります。その上では私がもし市長になったら、市民の個人情報は本人以外には提供しない、つまり自衛隊から求められても提供しないということをしっかり貫いていきたい。なぜなら市民の個人情報を守る保護法があるからです。いかに自衛隊法があれど市民の情報を守るのは首長です。そのことをぜひ皆様方にも今回の選挙戦でも訴えてまいりたいと思います。そして昨日8月13日はこの近くの沖縄国際大学にヘリが墜落して20年が経過しています。あの96年の日米の合意から28年、そしてヘリ墜落から20年、1ミリたりともこの動かない普天間基地、この日米の怠惰、何もしないことをしっかり追及しなければいけません。現在の市長も、そして佐喜眞さんの市長の当時も市議会でも追及しましたが、昨日の東京新聞にこの普天間基地が2016年あたりからこれまでに2024年までに200億円を超える基地内改修工事、基地内の新築工事が行われているという事実です。この近くの赤道あるいは愛知の方にも長さが130メーター、幅が50メーター、深さが確か5メーターだったと思います。大きな新築の貯水池が愛知と赤道に一つずつ作られました。これ改修工事ではなくて新築工事なんです。このようなことは基地の延命につながってしまうから、新築工事を中止を市長は言うべきだと、工事の反対を言うべきだということを市議会の一般質問などで取り上げました。ところが佐喜眞市長は、その当時の佐喜眞市長は、米軍には何も反対の意思も伝えませんでした。その結果こうやってこれまで10年間に200億円以上の改修工事が今もなお行われているということです。基地の延命につながることは、どんな小さな工事も反対をしなければいけません。なぜか、この基地が返還からもうすでに28年も経過しているからです。防衛省は必要最低限の工事ということを言ってます。200億円以上の工事が必要最低限の工事でしょうか。皆さん、このままだと本当に普天間が返還されないということにもなりかねません。しっかり私はこのように改修やあるいは新築の工事が入るということであれば、反対をして一日も早い返還を勝ち取って、そしてこの普天間基地の跡地利用の計画をそれこそ一日も早く進めていきたい。今朝の新聞にも2050GW はゲートウェイ構想の意味ですけども、経済界、そして那覇市、浦添市、宜野湾市の首長、この西海岸の返還跡地の推進開発を進めていくと
U2050 ゲートウェイが発表されました。これから進んでいくでしょう。そのことにもしっかり対応して進めていきたいということを申し上げます。ぜひとも宜野湾が一番より、宜野湾市民が一番、からしが一番ということを皆様方にお願いを申して、そして私のキャッチフレーズとしてこれからも戦っていくことをお約束をして朝のご挨拶といたします。本日ここに私の早朝行動のために地域の方々が多く駆けつけていただきました。心より御礼を申し上げて、また明日以降の早朝行動も一緒になって進めてまいりましょう。ありがとうございました。